おいっす。運命に逆らうつもり。十歩選手だ。今普段の多分5割ぐらいしか出ないんで力が、その辺をちょっとあのご容赦ください。ミスター、この感じ来るのね。避けんじゃねえよお前。勝利は分かってたわ。この感じ、この感じ来るの。間に合ってなんで間に合わない。割り込みが嫌いもん。勝利は分かってたわ。割り込みなしにしろや。なんだこの連鎖はよー。
いただけだ。この感じ。この感じ、来るのね。ポラリー、ベネフィック、コンジャンクション、シグニフィケート、クリーシュパエスター、クリーシュパエスター。これは貸したいな。なんかヒーローを入れたかったな、せめて。ブラックホーク、クエーシャー、ビッグマン、ビッグマン、セカンドに持っていかれる可能性ない。あった。来るのね。ポラリー、ベネフィック、嫌だ、ダメなの。嫌だ、ダメなの。運命が見えない。サンゴおばけさんね。アドバイス、アドバイス言ってね。そのアドバイスをすぐにね、実際に反映できたらな、苦労しねえんだよ。どんな天才でも無理だ。来るのね。この感じ。メテオ、アキオ、嫌だ。よし。やだ。よし。運命が見えない。おバカさんね。ちょっと強めの4連で打った。うん、今のは良かった。あー、フリーズした。もう最悪。来るのね。ポラリー、この感じ。来るのね。やり直しさせてくれ。この試合ちょっと脳幹で、それでこの試合脳幹で勝ってた。ちょっと脳幹でお願いします。申し訳ない。まあ、10本選手だからちょっと多分そんな混乱しないと思うんですけど、申し訳ない。ちょっとちゃんと配信っていうか、その対戦の環境を整えておくわ。この感じ。うわー、でかい。やばい、負けた。これで 4-6?は分かってたわ。え、別に公式試合じゃないんだからさ、別にいいじゃん、この野良試合ぐらい。そこはお前目つぶってくれよなあ、ユニさん。別にいいよな。別にいいだろ。そうそうすね。カツアゲかよって。この感じ、来るのね。痛いけどな、これは。この感じ、来るのね。ナイス、つも。この感じ、来るのね。十ダブかな。ベネフィック、相手がこれに対して8ポリ、8フォース。これが十ダブの勝ちでしょ。やっば。この感じ。メテオ。この感じ。あれ、つぶためで繋がってんの。ポラリー。ベネフィック。リフリネーション。よえ。この感じ。来るのね。ポラリー。よえ。言っててだよ。勝利は分かってたわ。
ちょっと安定してきて、そう。普通じゃない、いつも通りですよ。この感じ。この感じ。緑で止まってるよね。リフリネーション、コンジャンクション、シグニフィケーター、プリンシュカルサー、メディオン、タキオン、ちゃんと連鎖を見切った俺。クエンサー、ノーエー。なんかセカンドもちょっと大きそうだな。この感じ、来るのね。ホラリー、ベネフィット、コンジャンクション、シグニフィケーター、リフリネーション。ヨエー、そうであればあれになれやつだったのに。ヨエー、言ってただよ。勝利は分かってたわ。来るのね。よっ、ホラリー、ホイット、メテオ、タキオン、ブルックホーン、クイーン。同じ手を使っていく。いや、ダメなの。ユニさん的にはもっと連鎖伸びるかなと思った、ね、今の俺は本当はあえて止めたから、今の。炎上しました。炎上もしっかり見切っていくと。やばいな、これ来るな。この感じ、来るのね。ほいっと、ランウェイ。しっかり見切っていく、そこに。今日の俺はこの時間にしては調子いいな。やばい、やべ、置きミスした。結構致命的な置きミスしちゃった。この感じ、来るのね。来るのね、ホラリー。まあでも内容は良かったから満足してる。この感じ、言ってただよ。勝利は分かってたわ。反発レシをしていく。来るのね。ああ、この感じ、来るのね。この感じ、来るのね。うわ、しまった。あー、これは負けだな、ね、俺の。もうちょいで勝った気がするんだけどね、マジで。じゃあ20本選手なんで、まあ20本選手なんで、ちょっと一応20本までやりますか。延長したんでね、一応。でもおかしいな、10本選手なんて言いましたっけ。最初から20本選手のはずですよ。こいつここまで行っていく。来るのね。ホラリー、ベネフィット、13はあるかな。クイーンさん、ビッグバン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 、来るのね。ホラリー、ベネフィット、コンジャンクション、シグニフィケーター、クリンシュパルさん。いや、ダメなの。いや、ダメなの。いや、ダメなの。力押しはね、やっぱり自分のアイデンティティ。まあでもな、力押しつってもな。力押
子とは言うけど、この感じ、この感じ、この感じ、来るのね。ホラリー、ベネフィット、コンジャンクション、ラキオン、ブラックホーン、ランウェイ、クリックド。この感じ、来るのね。ホラリー、ベネフィット、コンジャンクション、シグニフィケニア、ダメなの。メテオ、いや、ダメなの。リンさんも若干の弥生っぽい感じが来るよ。運命が見えない。おバカさんね。蝶の花びらを積みながら笑う切りつける憂鬱感。暗索と地雷。今9対10ですよね。信じてやるか。やっぱ土台はやっぱ何かとみんな平らいんだな。逃げなさい。これが僕の2ダブです。そしてその追撃です。まさに究極の俺完成。ちゃんとしかも今のはよくちゃんと見て2ダブで止めるようにしたから、そういった意味じゃ結構俺はやっぱトム戦から学んだものはある。もちろんユニさんとの戦いで学んでるものがあるし、やっぱねぷよぷよはね自分で考えても意味ないからね。結局できる人のパクリ、それをやるのが一番近道なんで。この感じ、これは赤を積もりたかったんですけど積もりなかった。言ってただよ、勝利は分かってたわ。あんまこの2ダブよくない。この感じ、来るのね。リフリネーション、ベネフィット、コンジャンクション、シグニフィケーター。ああ、意外とその飲みたかったね。言ってただよ、勝利は分かってたわ。確か同色は威力下がる上に、4-4のミダブは打たない方がいいみたい。いいっていうか、火力があんまない。スパが悪いそうです。よっ、やだ、この感じ、よっ、おいっ、この感じ、来るのね。さあこのリダブ、ここの時に打つんですね。この感じ、来るのね。リフリネーション、ベネフィット、コンジャンクション。よし、もう次積もってきた。左の青と黄色を俺はしっかり伸ばしたから、これも勝った。なんだ、やればできるじゃねえか俺。この感じ、来るのね。ホラリー、ベネフィット、コンジャンクション、シグニフィケ。いや、ダメなの。いや、ダメなの。運命が見えない。おバカさんね。うわあ、あ
意表をつけると思ったんですよ、今の相手が。結構なんか土台構築に、おバカさんね、土台構築に戸惑ってる感じはあったんで。